ははいこんにちは南様サイラブの斉藤です、えー、今年度私たちは福島県のふるさと絆維持再生支援事業を用いまして被災地の風評払拭に関する取り組みを複数行いましたお事業名はこちらになりまして一番下の地域教育を考える勉強会これを目標にさまざまな事業を展開したということになります 私たちが暮らしている南相馬市は、こちらにありますような全国の地方都市に共通の問題に加えて、今から11年前に東日本大震災とそれに伴って発生した福島第一原子力発電所の事故によって大きな被害を受けました。この原発事故を受けたということなどから、風評というものが長く続いているということになります。 改めて風評とは何かについて考えてみると、例えばこういうこととか、あるいはこういうこととか、あるいはこういうことが原因、つまりわからないこと、あるいは知らないこと、こういったことが原因で発生した悪い噂ということになるかと思います。こういった風評を払拭するためには、正しい情報を多くの人々に伝えるという必要があるわけです。 そこ,こで私たちは、まず地元で農産物の安全性を理解する親子農業職域教室を複数回行いました。またそこで得られた知見やそこで得られた農産物などを用いて、親子科学受験教室を市外や首都圏で行いました。また、優れた教育事例を伺って、風評払拭に結びつく教育の仕組みづくりを学ぶ地域教育を考える勉強会を実施し、まあ、その他としまして、東京のテレビ局の番組に出演したり、千葉県の小学校で出前授業を行うということ と行いました。一つずつ紹介しまます。まず南相馬市内では JF 福島未来や福島県のチャレンジインターシップなどの協力を得まして稲刈りや脱穀干し柿作りや味噌作りなどの親子農業食育教室を実施しましたあそこでは南相馬市の親子が育てたお米や南相馬市の親子が育てた野菜などを用いた屋外調理を行いまして農産物の安全性についてより深く理解したということになります そこで得られた知見や地域資源などを活かして、市外や首都圏において様々な親子科学実験教室を行いました。ただいまではでんぷんを用いた親子科学実験教室、川崎ではお米や血液や蜂蜜、そして大磯では高徳志望などを用いた親子科学実験教室を行いました。中でもこのお米は大変重要でして、このように 福島県の美味しいものと、南相馬市の親子が育てたお米を組み合わせて、ご飯を炊いておにぎりを作って食べる、そういったものも行ったわけですえ。大変美味しいということで、毎回このように一生のご飯を炊くんですが、次々おかわりされていって、あっという間に空っぽになるということが多くありました。これまで食べてきたおにぎりの中で一番美味しかったとか、あるいは南相馬市に行ってみたいという声を多く得ることができました。 さて先ほど示した風評のメカニズムですが本来こうであってはいけないわけでじゃあどういった形がいいかというとこのように正しくものを理解するあるいはそういった教育の仕組みづくりというものが必要なんだと思うんですねおそらく福島県にはそういった優れた教育の仕組みというものが震災当時なかったかあるいはあったとしても十分に機能していなかったために風評の発生を防ぐことができなかったりあるいは風評がまあ続くということがなかなか抑制できな なないといととうことになるのかもしれませんですからそれぞれの地域の素晴らしい教育についてえ事例を紹介していただくため川崎市の佐藤先生只見町の中丸先生小田原市の岩浅先生に来ていただきましてそれぞれの教育の事例を伺うとともにパネルディスカッションにおいて教育の仕組みづくりについて学びました。 また、東京の c ウェブと呼ばれるテレビ出演を行いまして、えー、風評の払拭についてお話ししたり、あるいは柏市立風早南部小学校で、福島県のお米の安全性について授業を行いました。えー、以上まとめますと、活動の範囲がさらに広がり、風評の払拭に大きく貢献できたと思いますし、また、優れた教育事例を伺うことができました。 受益者は想定を大きく上回る405人でした来年度は首都圏の親子と南村市の親子の交流を図るとともに活動範囲をさらに広げて福島県の復興復職にさらに取り組みたいと考えています。以上です。ありがとうございました。